番しんどかったのはその戦う相手がはっきり分かるまでの間っていうんですか、自分が癌かもしれないっていうことを言われて、あなたはジストであって、グリペックっていう薬でこうやってこの病気と戦っていきましょうね、で手術で取り除きましょうねっていうのが出るまでの間の、一月ぐらいかなぐらいが本当に一番しんどい時期でした。要は自分がどういう状況かがわからない時、俺が戦う相手が何なのかっていうのがわかんない時っていうのがですね。でも戦う相手が分かってくると一つずつ、もうこれはもうあのお医者さんに感謝なんですけれども、一つずつそのレールを引いてくれて、まずこの検査をしましょう、だん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 そういうこう重ねていくと、俺の戦うべき相手っていうのがこいつで、俺はこれを信じてこの道を行けばいいんだっていうのがこう分かってくるみたいな。今またもう一回ちゃんとまたあのバンドをやりたいですね。やっぱりもうほんと2年やってないから会ってないんですよ仲間と。コロナがやる前はね結構盛り上がってたんですよ自分の中で。ウェブサイトを作って、でバンド活動力入れて、ちょっとあの PV をちょっといくつか作って、割とその、YouTube のチャンネルに全部上げてみたいなね、そんなことを考えて GO したらコロナでちょっとなんかまた動きが取れなくって、だから今やりたいことっていうのは僕がやろうとして中断したものを一回立ち上げるってことですかね。子供の頃は癌っていうのはもう治らない病気っていうか、もう不治の病って言われるような病気だったんですけれど、もう今は全然違う、初期のがんだったらほぼほぼ治る。つい先日も白血病になった友人がいたんですけれども、もう普通に薬で治って、それだけ医学が進歩している。まあ2人に1人がなったとしてもそんなに心配することはないよっていうのだけは、まずもしなっちゃったとしたら常に死を意識しながら生きるっていうことが生を全うすることなんだって、全くその通りなんですけれども、なかなかその境地に達せられるかどうかって。でもあのがん患者であった時っていうのはそういうふうに思えましたからね、僕はもう死ぬかもしれないんだっていうところで生きていくしかないっていう。そうするとでもじゃあ生を貪欲になんかこう楽しむっていう言葉がいいのかな、とにかく生きようっていう、あのだがんって分かった時にじゃあ余命っていう、そういうのがこうあった時に、それが半年なのか1年なのか2年なのか分かんないけど、あのさよならを言える時間がもらえたんだよっていうことですからね。大事にしているものは家族との時間かな。大事にしているものであって僕にとってかけがえのないもの、神さんがいなかったら僕は死んでますね、それは本当に思います。だから今でも腹立つこととかもうなんかいろいろあったりするんだけど、お前は命の恩人だからっていうのだけは本気で思いますね。